あ、それで言うとさ、俺がそのサムネの動画で話したさ、さよドラして言ったじゃん。あ、なんか文字をバンバンみたいな。そう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 、さよドラは2人でやってんだけど、小屋行動ね、さよドラの2人は一つの話題をもう本当マリカーと同じ、そうそうそう、でやってんのよ。でマリカーはでもそのさ、何レース分とかあるやん、うん、でも荒野は1試合だから、じゃあ一瞬で終わる可能性あるやん。え、でも終わったらさすがに次の試合出るよ。ああ、そういうことね。そう、すぐ終わったらね。だからさ、それ二人でやってるから会話のね。そう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 、本当だ。で結構最近好きで見てるね。昔から好きだったけど、量は5分10分ぐらいで、まあ、10分くらいかな。そう、一つの話題について話すね、うん。めっちゃ勉強になるよ。それやったらちょうどノブの動画もあれだよね。そう、そういう最近目線で見ちゃうね。でもね、やっぱ難しいよね、話すのって。これゲーム集中しながら、ゲームしながらってね。そう、あのその10分ゲーム見てみるわ、ちょっと。マジあれはね、天才だと思う。本当に、うん、マジ今日話すことないとか言ったら、うん、あの1レース分1人で歌歌って終わらすときに。ええー、おぶておぶておぶ。そんだけトークテーマがあんのがすごい。そう、そうなんだよね。それがすごいよね。それが羨ましい。トークテーマがあるのがすごいし、一人で喋れるのがまずすごい。いや、マジでそれはもう本当に。だってもう俺こうやってマリカ撮ってるけどさ、うん、大体ため撮りでね、うん、3本目とか何も喋ることないからさ、ただ走るだけ。本当それがすごいと思う。マジで。それはマジで。あ、センスなんかな。センスだと思う。し、テーマがあったとしても、広げれないで、その動画を撮りながら喋る。そう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 。テンポ感とか。流れとかすごいよね。マジでここで終わったわ。え、ガチ？あ、お前じゃないか。焦った焦った実況者すげえな。いや、マイナス1かよ。はぁ、10分ゲーム見るわ。もうほとんどこいつアイテム使わねえって。マジ？けどちゃんと上位帯取って1万レース超えてすごいな。やっぱでもあれなんだね、どんだけ喋る前人でもゲームしながらだとさ、何回も同じこと言うんだね。そう、いやわかるわ、その気持ち。でそれでってあのさ、荒野におってさ、うん、人なんかめっちゃ成り上がってったよね。誰？そう、金持ちになったの、有名な。チョムマロ？ん？チョムマロ？チョムマロって人かな。え、誰？もう、クソ金持ちになった。あの、何やったっけ？なんかお前がずっと見とった人。チョムマロじゃなくて？そんな名前でずっとやっとった。うん。なんかアルファ D みたいな、そんなところの人。あー、ムカギン？ムカタ？そう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 。あの人なんかもうさ、うん、レベル変わってるな。あの人もともとすごい人や。そう、そう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 。なんかもう本当のクソ金持ちのさ、だって令和の虎とか出てるから、ね、そう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 、すごいよね。元からそういうレベルの人やったな、みたいな。いや、なんか結構ね、もともとの頭がいいというか。そういうこと？そう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 、そういう系のタイプの人だから、賢いって言えばいいんだな。賢いし、それなりの知識を持ってるし、みたいな。だからすごいよね、本当に。人を見る目もあるらしいし。危ねえ。最近、ムカタ見てないな。全然動画出してないから。忙しいんだな、きっと。
トゲ譲りしたよさっき。マジ？天才や。ああ、相手の効果のタイミングミスった。やばい。ずーっと1位で飛び来た瞬間2位になって、やばっ、で1、うんや、うん、1111、えぐっ、近なんか作業しながら、なるほどね。俺さ、あの虫眼鏡、うん、虫も殺さないラジオずっと聞いてるのね、ここ2、3年くらい、うん、職場出勤するときに、はいはい、こんなじゃないよ、ちゃんとしてるからさそうし、ちゃんとしてて50分くらい喋ってるのよ毎回、ね、そうで、しかも超ちゃんとためになる話しかしないからさ。あ、それで言うとためになる話は10期は何にもないあ、でもね、わかるよ、そういうのなんだよな、ゲーム実況ってってめっちゃ思うわ。そうだって、そんなためになる話しながらマリカーなんてさ、見とるさも違うよ、してるよ。だからあれぐらいしょうもないことを喋ってるのがこのマリカーの人道としてはそれくらいでも知名度があってからのそれだもんな。あ、そうよね、すごいな、びっくりしちゃった。いいな、知名度羨ましいな。もう俺の感覚でラジオっていうのはもう虫さんだからさ、うん、あっしゃ、やっとんな。最近はね、あれ聞いてる。何？ポッドキャストっていう。何それ？全然あの YouTube とかじゃないけど、もともと iPhone に入ってる無料アプリなんだけど、なかなか本読むのって大変だから、その本の内容を全部の音声で読み上げてくれるなんて。マジ？そうすると運転中とか聞けるし、はいはいはい、そんなんの？ポッドキャスト？俺知りたいんだよそれ。どうやって読み込ませるの？本、そのもうポッドキャストっていうアプリの中に本があるの？その 何百冊とか何千冊ってあって、でそれを、いや本とか言ってさ、実際討論とかしてるところはさ、いまいちイメージつかない、それも全部音声で討論みたいなのを読み上げてくれるから。はいはいはい、誰あ、お前しかも巻き戻しくなったし、おい、5位、嘘でしょ、だる、お前のなかったら絶対上位やって、狙ったもんだって怖いな、緑コーラと思ってなるほどね。そう、全然知らんかったのが教えてもらって、それはちょっと気になるわ。普通に本読みたいと思ってたから。しかも電車とかってさ、うん、なんか満員電車やからさ、東京、うん、本を広げたのに徹底しなくて。確かにね、だったらイヤホンだけつけたけどさ、はいはいはい、いつでもつけるし。電子書籍とかってある？持ってる？あ、持ってない。けどそれもいいなって思う。本広げるとさ、うん、分からんけどめっちゃ眠なるよ。あ、分かる。なんていう、どんだけ体が元気の時でもさ、目を開いたらさ、うん、分かる、5分10分で寝るやん。その気持ちは分かる。だから音声にしたい。なるほどね。音声いいな。どっちどっちどっち、五条悟。よいしょ。今何位？今3位。その前
けど。どれ言ってんの？緑コーラでも、あわよくも緑コーラでもしようとしてるでしょ。嘘、嘘、嘘、やばい。うわー、待って、ミスった。くても当たらない。おっ、まあ、最悪なもの。ナイス。投げろ早く、赤がない。もう一個後ろの順位、3位のやつだ。はい、そんな行かせにはいらないよと。まあ俺さっきお前と一緒にやったらなんか俺4位とかなんだよ。1位抜けてるし。そう、それくらい俺の方が上手いってこと。やーっとそれはダメだね。よいしょ。はい、完璧。嘘嘘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 嘘